ともと土地っていうか土地あったもんだけ自分の。やっぱりそれどこ継がない手はないなって。やっぱりナグで新規就農者で土地がナグで諦める人って結構いるもんだから、だけどまあ恵まれてるから継ごうと思ってやってます。何を思ったのか、長男が農家をしたいと、とあるよあるよと農業高校に行って、あるよあるよと農業大学校に行って、自分で全てを決めて、で戻ってきて、今まで委託してた田んぼを、結構あったんですよね、うち、6ヘクタールぐらい全部であるんで、でそれを委託から返していただいて、で長男が農家を始めて12年くらいな、12年くらいな、14年か、14年くらいになります。大変だったんですけれども、何をすればいいか、どうしたらいいのかわからない状態で始めたんですけど、やはり自分が好きなものを作りたい。この辺結構メロンとか結構歩合っていうか、ね、単価のいいやつ作ってる人たちは多いんですけれども、自分がメロンは嫌い、自分が食べて好きなものを作りたいっていう話で、この米が大好き、枝豆も大好き、もうそれでいきたいと言われたんで、じゃあそれでいいだろうということで始めた。好きなものだとやっぱりすごい一生懸命勉強するし、なんでもなんかいろいろ米とかもいろいろなことを情報を得ては、あといろんな先生とかについたりして、この時の先生とか、まあ、違うと前坂田にあった、まあいきなりなぐならいで、やっぱりそこからは結構自分なりに勉強しての、まあ1年目はやっぱりそれなりのあれでダメでしたけど、自分なりに勉強していろんな人に聞いたりして、それからだいぶ今は安定して収入を得ていると思います。この時の先生もこっちの地元の人だったもんだけど、たまに見てもらったり先生してもらったんで、それは力強かったですね。たまたまね、うち運送業してるんですけど、その運送業をしてて、その集会行った先の建設 業者の社長さんの知り合いが山田園その先生だったんですよ。で私枝豆してるっていうのを知ってたんで、その先生紹介していただいて、でその畑に行って、でいろいろ話すると、やっぱり同じもの作ってるから話も弾むんですよね。でやはり先生だから、自分の持ってる知識はやっぱりいろいろ教えたい。だからあの品種とか美味しい豆 その選別の仕方とか、そういうのもいろいろ聞いて、で自分が選別してこれは美味しい。だから先生からは本当にいろんな種をいただいたのよ、種も。で多分先生いなかったらとここまでは来れなかった。自分が食べて美味しいって言われたその種、これ植えてごらん、これ植えてごらんって言われて、ここから秘伝か、この濃いな、うん、
私たちはもう美味しくないと思ったのは売らなかった。もうそれで自分の家のものが美味しくないって言われるのが嫌だったから、植えてみてその年その年で出来が悪かったものはもう捨てた。そこまでした。ずっとね、そういうふうにして選別してきた。の特徴だらしいんですけど、他の地区ではマルチって言ってビニールで最初にビニールかぶせてから枝豆植えるんですよね。と草も生えないしそのままなんだけど、この辺は豆植えるでしょ。そしたらその都度この畝を上げるのよね。でこういうふうにだんだん高くなる。それの3回から4回くらいする。5、6回とかする。それでそれが肥料代わりになるって言われてるんです。それが根っこを作るっても言われてる。根粒菌を作って、だから何回も畝を上げれば上げるほどやっぱり美味しい豆ができる。やっぱり二十何品種も植えてるとやっぱり、まあ、肥料設計がかなり調整してはやってますね。ちょっとやっぱ肥料をやりすぎてしまうとやっぱり枝豆って丈がすごい背丈が出てしまうもんだから、まあつるぼけって言うんですけど、それになってしまうとみんな倒れてしまったりとか、ちょっとそこは気をつけながらちょっと製品設計をやってます。やっぱり木ばっかりになって実がつかなくなってしまって、あんまり肥料をやらないと今度ちっちゃくで、ちょっとそこの調整が。資料さんを見つけて何か付加価値をつけたくて、で美味しい豆には美味しいお塩をつけたいと思って、普通の生鮮じゃないやつをつけたいと思ってその坂田の塩をつけたんですよね。やっぱり主人が遊佐町だったんで、その坂田の塩の通り道がすごく私には馴染み深かったんですよ、新潟の方に行くよりも。だからもう全然もうふくらの伏流水とそのお塩をやっぱり使いたいっていう気持ちが強くて、もう飛び込みで行った飛び込みで坂田の塩さんにも飛び込みで、その時なんか本当坂田の塩なんて書いてなかったし、高橋建築って書いてるところみたいな、そんな感じで行ったんですけれども、その心よく対応していただいて、こういうふうに言ったらいいんじゃないか、こういうふうにしたらコストかからないよって本当に丁寧にいろいろ指導してもらって、とそれで最初の年は多分1000
くらい注文したのかな。で自分で詰めてシールを貼ってそういうふうにずっと近年までね、去年 2,3 年なのかな、 それまではずっと自分で詰めて。長男がね、やっぱり塩つけることについて最初反対だったんで、同じことをしないといけない、まあ、真面目なんだろうね、真面目だし、でも私はやっぱり何か付加価値をつけないとダメ、もう素直に美味しいものは美味しいもので食べてもらいたいし、やっぱり塩とかそういうのって安くて買える、それが当たり前で、でも食べてみればこんなに味違うじゃないですかって言ったら、やっぱりつけてあげるしかなかった。やっぱり他の人と違うことをしてみたいっていうのもあったし、やっぱりして、まあ、この塩にまあ俺も感動したっていう食べてみて、やっぱりいろんな人に知ってほしいっていうのもあって塩を入れてみようっていう、そこはやっぱり豆での見た目とかで勝負したいと思ってるし。うちのおばあちゃんがこの長男にもう口癖のように消費者を騙すようなものは作っちゃいけない、もうずっと言ってて、今も言う、今ちょっとおばあちゃん施設にいるんだけど、私がたまにあこのくらいはいいとかってもうゆるゆるでいる、消費者とか騙すようなものは入れちゃダメって言われたからダメとかってもう却下される。えこのくらいなんか入ってるよと言っても自分の尺では許さないみたいな、もうそういうふうに言われ、もう常に言われてたみたい、消費者を騙すようなものは作っちゃダメだ。当然収穫されて食べる時はすごい楽しみだしの、一番最初のやつとかやっぱりその品種の、やっぱりまあそれ楽しみでやってるところあります。まあ産直メインで出し始めで、まあそんなに機械を使うほどの量を取らねたってもいいじゃんのっていう、まあ細く長くじゃないですけど、まあ細く長く、このまま大きくするつもりはないんだよね。やっぱり間違いのないものをしっかり届けたいっていう気持ちだけなの。だから大きくするつもりはない今のままのスタンスで買ってもらえる人に、分かってもらえる人に買ってもらいたい。